F4 とかがちょうどミックスボイスど真ん中って感じの音域なので、花と代わりにメロディーを使いたいと思います。今は他のところでお腹とかあくびの喉っていうことをフォーカスしてずっとやってて、お腹の使い方が分かりませんっていうことだったんですけど、実際には地声すぎちゃって、あと開けすぎちゃって重い状態で登らせようとしてたり、喉が下がりすぎてる状態で登ろうとしてたっていうのが、原因で高い音が出づらかったってことがありました。ポイントを見抜いて必要なことをレッスンすると、初めてこう着実に毎回というか毎日毎日上手くなっていく練習ができますよと。開けることが悪いことじゃないし、お腹の使い方の勉強することが悪いことじゃないんですけど、そっちに偏りすぎてそれがすごくできちゃってるけどバランスが崩れてるよねっていう風になると歌って歌いづらくなるんですね。なので逆に、例えばおーって開けすぎちゃってて重くなってて、それが原因で歌いづらくて張り上がってて、要は地声すぎてるっていう状態の人にとってはですね、それ今までのアプローチとは逆で、そこまでお腹の意識を一回ちょっとやめていただいても全然いいので、とにかくドーどードーみたいな、なんか重たい地声か、それをやめようとすると、腕でも裏声っぽくすればいいんでしょ、ドードーって歌っちゃう。これ裏声すぎるのと、こもりすぎて重たくなっちゃって結果張り上がってるみたいな、ドードーみたいなね。そうじゃなくてドーミカナリソなんですよね。でこれっていうのは、じゃあフォーっていうタイプの人が、僕が例えば曲を一回聴いてこの瞬間あ見抜いたなと思ったら、かなり可愛いフォーって喉を開けたあくびの声じゃなくて、変な声、可愛い声で、例えばもうなんかできちゃいそうだったらドー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 、この声真似してと、裏声っぽい声で明るめの発音、ドド、今までの歌ドドと思ってた喉の開け方じゃなくて、お腹も意識しなくていいから、ドー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 ドファって、もう裏声が結構5割頑張ってて、いい地声も5割頑張ってる状態だと思うんですけど、ドー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 ってやって、今の曲のドーミーカの場所ですよっていうと結構できたりする。でこれをもう少し安定させたかったら、例えば下からドー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 ド、本当にシンプルに地声にも裏声にも聞こえるような音色を作っていくっていう感じですね。だから裏声の練習もしなきゃいけないですし、喉の上げ下げのバランスをチェックして良くなりました。そう、その方がそこの強い意と合う。